出かけん TV レディーゴー、ブーン、ハロー YouTube、 どうも出かけんです。イエ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 イパフパフパフ、イエ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 イ。ということで今日はドンキホーテ溝の口駅前店さんに来ています。そして山下が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、なんとですね、デカキン初のドンキホーテの動画です。はい、もうドンキホーテで結構いろんなさ、小道具だったりとか、うん、あと食べ物だったり結構買いに来るもんね、うん、それでずっとねドンキホーテさんで撮りたいなと思ったら、今回溝の口駅前店さんが快く許可を下さりまして、これから撮影に行きたいと思います。で今日は金額はぴったり3枚目指すわ今日は。ああいいね、うん。それでは早速ガンガンドンキホーテで買ってきたいと思います。まずはここあれだね、1階のスマホ用品とかそういう系ですね。山下これなんか見覚えない？でも毎日見てるな。毎日見てるこれはいつもデカキンが YouTube だったり Netflix だったり見るときにスマホを置いてるスマホ置きです、うん、いつもデカキンこれ使ってるもんね、うん、いやすごいテンション上がるな。いつもは変装して下だけを向いて買ってるから、うん、あ、上の方見てないのか。バレないようにやってるから 上見れるのがすごい意外だもんこんなにポップとかも超いいじゃん。めちゃめちゃ綺麗で、何かを、あ、やば、 iPhone のさ、カメラの方に付けるやつ。え、カメラだけに？カメラレンズカバーで。え、そんなのあるんだ。いや超いいじゃん、こんなのデカキン付けたいわいやすごくないあ、見て超さ、なんかほらめちゃめちゃバズりそうなグミがたくさんあるわ。哺乳瓶グミずっと探してたのよデカキン。すごいいっぱいあるよ。これもうすぐ買おう。これはこれはもうずっと買いたかったやつなんで。で、あと地球グミもなんだかんだ必要になる時あるからね。ギャラクシーグミあるじゃん。ギャラクシーグミと地球グミ、これあれだね、山下覚えてるでしょ。見たことあるよね。あるね。あの今のところデカキの動画でボツになってるハンバーガーグミの出てないんだ今出てない。ボツというか、うん、出す時期を狙ってる。これあれじゃない、イーフルッティチーズケーキグミだって。美味しそう。これも食べたいですね。あとはうわーやば、見てブロブってやつ。これ多分歯茎でしょ、牙で、うん、ドラキュラの歯茎グミだよ多分ドラキュラの歯茎も買っとこう。やっぱこれは、これなんだろう、いちご牛乳味ゼリーだって。美味しそう。これも買います、いちご牛乳味ゼリーすごいな、もうもうすごいよ。いやこれがね本当にねドンキさんの魔法だよねグミをこんな買う予定じゃなかったのよデカキンはグミだけで3万いきそうになってるもんねあ、ハニーゼリー売ってるわ。うわ本当だ。ちょっとこれ買います。いや全部面白そう。なんか食べれるスライムとか、うん、シャボン玉があるよ。おラムネ味、コーラ味とかグレープ味、あとスライムある。食べれるスライム食べてみたいな。全然食べられるんだ。そうこれ食べましょう。どうしよう、アルコールチェッカーちょっと欲しいかもしれない。運転するの？いやいや自分が酔ってるかどうかを知りたい。これ自分がよくわかるんじゃない？いやいや俺結構わかんない、うん、顔赤くなるけど、うん、どれぐらいヤバいのか知りたくない、うん、居酒屋とかで毎回さ、うん、飲んではこうやってチェックして飲んではチェックして。いや、それやだよ楽しく飲んでくれよいやこれ買おう、1980円、まだ大丈夫でしょ。はい、アルコールチェッカー買います。ちょっとこのままだとここでさもう全部使い切りそうだから、違う回行こうかそろそろ。そうだね、うん、そうしようそうしよう。はい、ということでまず4階に来ました。1階上に上がっちゃって降りてくっていう。もうこれはねもうテンション上がるよね。自転車がもう売ってるってすごくね、まず、うん、でドンペン君、これずっと気になってたんですけど、このドンペン君って買えるのかな、これ買えるんですか。同じものが、売ってる場合があります。朝食用としてだいぶ汚れてしまったので。なるほどなるほど。ドンペン君も買いたいよねやっぱね山氏見つけた。デカキンといえばやっぱサンバイザーですよねキャンプ動画とか行ったりとかしたら必ずサンバイザーつけてるんで、今ちょっと古くなってきたから新しいの欲しかったんで。はい、じゃあサンバイザーこれ買いたいと思います。うわうわヘルメット、いや絶対入らないでしょこれは。入らないかな、これは。そっか、お子様用ヘルメットかそうだよ。でもさ、これショート動画でヘルメットかぶったやつで叩いて、うん、誰叩いたか当てるみたいなやつがあって、うん、なんかヘルメット欲しかったのよ。いやでもだから子供用だよ。そうほら、いやどう、でもさ別にかぶれてる感じしない？全くしてないよってなんで、ああそっか、前後ろ逆だったわ。そういうことじゃない。いやもうね、ちょっと今見る。何ちょっと、そうなんだ。押し込めばいけそうな気するけどな。いやいけないよこれは。せめて大人用でしょ。大人用のヘルメットでもデザインあんのかな。大人用のヘルメット探そう。お、ここじゃない？大人用のヘルメット。あったね。わあいいね。ちょ被ってみるよ。うん。あでもそんな変わんないけどな子供用と。ちょっと入ったっていうだけ。入るヘルメットないんじゃないの。フルフェイスのやつ確か入ったな、無理やりガッと押し込んだら後ろにあるっぽいね、フルフェイス。うわー来た、うわーかっこいいな。一応デカキン免許持ってるんで、はい、だから原付いつか買ったらねこれが役立ってくるじゃん。いくよ、うん、せーの、
あ、いけるわ。おお、いいんじゃない。でもね、うん、骨へこましてくるね。守るものなのに。スカルヘルメットだこれ。一旦ヘルメット諦めよう。違うところを探そう。山師見つけた。何これ。俺ねテレビで見たのよ。何これ。名前はちょっとね覚えてないんだけど、ただ跳ねるだけでシェイプアップになるよっていう。これちょっと13,455円。結構だな。でもちょっとここほら見てあるから、ちょっと試してみよう。これいくよ。いいよ。あ、こんな感じなんだ。せーの。あ、浮いてる。ね、ちょっと待って。ん、揺れてる。揺れないんじゃないのこういうのって。揺れてる建物が。そう、ちょっとこっち目つぶるね。うん、じゃあいつ飛んだかちょっと。いいよ。あ、飛んだ。当たった当たった当たった。え、じゃあダメじゃん俺マンションで。普通の人だったらそんなに振動ないけど、うん、俺がやるとこの、あ、今来た今来たじゃん、うん、ドンキホーテさんの建物自体を揺らしちゃうから。でもね気持ちいいよすごい。どういう感覚なの。トランポリンにちょっと近いかも。ほー、あ、じゃあいい運動だね本当。うん、本当にいい運動だわ。デカキの体重だと建物揺らしちゃうんであれですけど、うん、もうちょっと痩せたらこれ買いたいな。じゃあこれは今回やめとこう。はい、見てください、はい、続いてこちらですね。これ何これ。これだからこれ唇にこうパカってつけるでしょ、うん、で紐引っ張るの。したらブルブルってこれが揺れるわけ。それによってエクササイズになるっていう。頬を刺激だから顔痩せになるんじゃないのこれ買ったら。そういうこと。そう、これ欲しいわ。いる、やましいもん。いらない。何で出してんの。これ俺絶対欲しい。いやだって顔をもっと小顔になった方がいいでしょ。デカキンだってこれ2つ買おうかな。2つ、うん、どっちに似合うか分かんないし。誰に似てんの。わかんない。ルーティン動画出すときにさ、みんなに見てもらう機会あるかもしれないじゃん、うん、だからこれ2ついただきます、はい、いただきます。いやいや2つ買います、はい、でその隣、これスーッとするやつじゃない確か。鼻に入れるだけで鼻が抜けるようにスーッとするやつ、はい、多分そのやつだと思うんでこれも買います。やましい。ん、やばい。キャンプ用品あるんだこんながっつり。これはやばい。ちょっと待って、だいぶでかいぞここ。こんないい椅子あったの。絶対座れるじゃん。こんな座り心地最高よ。ちょっと待って、これいくらか見よう。これが7,980円。うおすごい。いや取っていいよねこれぐらいね。ちょっと待って、他何あんだろう。うわ待って、がっつりじゃん。ちょっと待って、キャンプの時に入れてくバッグなんてあるんだね。収納ケース本当だ。今段ボールで全部やってるもんね、うん、これ何これ。うわ、俺これネットで買ったんだよ。2,980円じゃん。もっと高かったのネットで買った時。こっち側がライスクッカーメスティンだね。待って、このログラッチテーブルやばくない。どんな感じの。テーブルがほら組み立て式。いいな、これもいいな。これはテンション上がるね。ずっと見てたい。いやすごいよね。ホットプレートダブルだって。うわ、これって2個同時ってことじゃない。俺の持ってるやつはさ、1個のパンを半分にして2人分だったけど、うん、これ2個同時だよね。2個同時だ。これ安かったら買おう。980円。買っとこうかな。いや迷うな。ちょっと待って、買うか買おうか。980円のもね、うん、うわわわわわ、これもうさ、ここだけでいっちゃうよね。いっちゃういっちゃう。こういうのもさ、よくさ漫画とかアニメで見たじゃん。こういうのでもやってみたいよね、うん、うーわもう海賊じゃん。うわ本当だ。いやーでも使うかな、どうだろう。いや使わないか。ちゃんと考えながら。うわ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 、これロゴスさんのやつでしょ。ほらほら、うわかっこいいな、ロゴスさんのこれ。どうしよう、かっこいい。買うならじゃあどっちかかな。まあ確かにそうだね。あ待って、こっち3,880円だわ。じゃあ値段が全然違うから、じゃあやめとくか。これも買っとこうかな。1,780円買っとこうかな。やまし、見てこれ。なんで今度は。ドンペン君探してたらドンペリ見つけたわ。似てるけど。デカキンね、ドンペリ飲んだことないのよ。でもさ、うん、高いし、そういうお店とかでも高額でバーンって出てるってことは、うまいってことなんじゃないの。まあ、確かにね。ドンペリちょっと一度でいいから飲んでみたいなと思ってて、うん、いろんな種類のドンペリあるじゃん。え、どれがドンペリなんだろう。あった、ドンペリニョンって書いてあるわ。レディーガガが手掛ける限定ボトルだって。じゃあドンペリ買うじゃん。金額見てよ、まず。いやだって普通これで多分高くても3,000〜4,000円じゃないの。見てごらんよ。何、ドンペリニョンロゼ平行42,800円。そうか、ドンペリだからするんだ、やっぱそれぐらい。もう超えちゃうじゃん一気に。3万円企画なのに、うん、これって一口から売ってたりしないしね。はい、ということで一旦持たせていただきました。こっちが42,800円のドンペリですね。でこっちがレディーガガさんの限定ボトルのドンペリ。はい、ドンペリ両手に持ってるよ。いやすごいよこれ。すごい映像じゃない今、うん、すごいな、ドンペリ持ってるよデカキンが。いやでもこれ2つ買ったらもう7万いっちゃうんですよ。すごいね。まあ最後にどうするか考えようかな。最後でもまあダメだとは思うんですけど、一応最後まで、はい、一応キープでしていきたいと思います。
はい、見てください、はい、ジッポのコーナー見つけました。なんかさ、なんでかわかんないけどさ、男子ってこういうジッポ好きだよね。出かけにタバコとか吸わないんだもん。山下も吸わないよね。ない、うん、けどジッポ欲しいよね。そろそろ出かけもジッポ持ちたいんで、ちょっと探そうかな。東京リベンジャーズとか、転生したらスライムだった件とか、漫画とかのやつがなってるんで、はい、おー、でもどうだろう、出かけがこの初代総長と思ってたら本物かなって思っちゃう。やっぱ全く思わないな持ってても大丈夫？全然大丈夫。本当に怖がられたりしない？出かけ持ってても全然怖くないよ。全然怖くない？うん、それはそれで問題だぞでも欲しいな。初代総長で行こうかな。ついに男の夢を。男の夢変えます、ちょっと。ということで、こちら、初代総長のジッポ。こちら8000円ですね。結構行くけど、やっぱね、男のロマンだからね。はい。これを買いたいと思います。はい、ということで、はい、ドンペン君グッズを見つけました。これはもう買わないとね。まずぬいぐるみ 100% 買います。このぬいぐるみ、あ、1680円だって。そしてなんかね、このバスボールが結構面白いって噂だったのよ。なんかドンペン君のバスボールでバスボールやるじゃん、うん、したらまさかのドンペン君のこのね、ぬいぐるみが出てくるんだって。全6種のこのドンペン君のおもちゃが出てきて、押すのか振るのか分かんないんだけど、したらカラフルに光ってナイトプールみたいな気分味わえる最高でしょ。面白いね。ちょっとじゃあこれ何個買おう。シークレット欲しいよね。3つ買おうかな。380円をちょっと3つ買おうと思います。で、こちらドンペン君の全身をゲットしたのでこれが3980円ですね。これはもう着よう。もうデカキンね、意外にね、こういうの着れるんですよ。なんか、はい、早速これを買いたいと思います。はい、そしてこちらですね、ハロウィンコーナーです。時期だね。そう、このドンキホーテさんの溝の口駅前店さんが、うん、なんとデカキンが来るということで、うん、金色のメダルのチョコのポップをでかい金メダルチョコって書いてあるすごい、わざわざ作ってくれたんだよ。でかい金だよ。デカキンっていう分かるように。これは買わなきゃね。これは買わなきゃダメだ。はい、でかい金メダルチョコ、これを買いたいと思います。わ、すごい、結構いろいろあるよ。こっち来たら、ほら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 、あ、本当だ。かぼちゃが似合うかな、それ言うと。じゃあこれどうだろう。あ、いいんじゃない。これいいよね。うん、じゃこれにしよっか。うん、ハロウィンでこれも買いましょう。うわ、こっからもうめっちゃ買うゾーンだよ。何があるんだ、こっから。おもちゃとかでしょ多分。うわー、めっちゃ買うわこれ。やばい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 。待って、ベビーカステラ作れるって。うわー、すげえ。アヒージョメーカーだって。納豆混ぜる機械じゃないこれ。え、そんなあるの。納豆混ぜる。山下見て、パンケーキアーティスト。パンケーキに絵を描けるんじゃない、うん、それが焼いたら何、その形になるってこと。なるってことじゃない。なぞって焼くだけって書いてあるよ。ちょっとどんな風か分かんないですけど、楽しそうなんでこれ買ってみましょう。やましい、んこれ動画で見たやつじゃない。おなんかさ、チョコプラさんの動画であったもんね、マネーのクズだ、うん、この商品売りたいんですけどって言ってたやつ、うん、本当に売り出されてるわ。これ買おうよ、ちょっと面白そうだから。うん、やましい、んあったわ。何を探してんの。見てこれ、マジックハンド。デカキンね、本当に動くのが億劫なのもうとにかく動きたくなくて、うん、マジックハンドあったら一発なのになとかさ、うん、リモコンとかさ、楽だなと思ってたのなかなかなかったの、どこ行っても。ちょっとこれマジで嬉しい。はい、マジックハンド買いたいと思います。ちょっとここら辺さ、なんかこう家で遊べそうなもの結構あるんで、うん、このまずこれ可愛いでしょ。ポンポンラケット2だって。これだったら猫ちゃんいても大丈夫なボールだから。あ、確かに。ポンポンラケットでしょ。で、あとこれも面白そう、ポンデキャッチ。超懐かしいこれ。え、やったことある。これのさ、めっちゃちっちゃいやつをさ、子供の頃やってた。やろうよ、やましい。これこれ面白いね。ね、楽しそう。はい、やましい、こちら。はい。え、電池。電池、もうデカキンチね、もうすぐ電池なくなるのよ。炭酸電池と単二かなと。これたくさんちょっと買っときます。これぐらいは必要ですね、すぐなくなっちゃうからすごいな。はい、こちら持っていきたいと思います。でね、デカキンね、ずっとね、寝室になんか置ける小さい冷蔵庫ないかなと思ってたの。なに、これまたあれ、動きたくない。動きたくない、はい、本当に動きたくなくて、うん、小型の冷蔵庫買いたくて、これを見つけたのよ。こちらです。はい、ね、これ大きさちょうどいいでしょ。確かに。で、しかもこれって普通は、うん、温度が0度になると凍るんだけど、飲み物とか水とかそういうのって、うん、これは氷点下マイナス2度までいけるので、凍らないの。本当にキンキンに冷えた飲み物を飲めるの、うん、で、この展示限りの商品らしくて安くなってるから、うん、9080円が7000円とかになってて、こっちだと8000円かな。本当に買いたいんだけどな、このぐらいので。キャンプにも持ってけるじゃん。確かにそうだね。で、しかもここにほら持ち手があるから、確かに便利だね。どっち買うかだね、黒にするか白にするか。値段が1000円違うから白かな。こちらを買おうと思います。うわー、嬉しい、小型冷蔵庫買える。後で冷やして飲んでみよう。こちら買います。もう結構あの不安になってきたね。だいぶこれでね、3万円直後まで来てる気がするんで、早速これを買いたいと思います。そしてね、うちにはですね、ブチャ吉とミニタンっていう猫2匹飼ってるんで、はい、やっぱりチュール買っててあげたいですね。マグロバラエティパック90本入りです。すごいね、こんなチュールあるんだ。これが2780円、うん、まあいけるでしょう。こちら買っていきたいと思います。そしてなんかね、初めて出かけ見たんだけど、このスプーンタイプのチュールあるんだって。スプーンタイプの初めて見たんで、ちょっと買おうと思います。あ、じゃあこれがいいね。マグロ、カツオ、鶏ささみ、サーモン4種類。はい、こちら買いたいと思います。
見て、スプラトゥーン3。おー、デカキンね、今超ハマっててやってるんですけど、やっぱね、友達にもやっててほしいのよ。やってんの見ててさ、すげえ面白そうだよね。ヤマシーやったことない？ない。スプラトゥーン3ない。分かった、買うわ。ヤマシーの分も買うよ、スプラトゥーン3。マジで？だってこれお買い得になってるもん今。5390円になってるもん今。確か6000円ぐらいしたはずなんだけどな。これは今回はもうヤマシーにプレゼントで、ほら、はい、スプラトゥーン買ってあげるわこれ。はい、じゃあこれヤマシーやろうね、スプラトゥーン3ね。やるやる、うん、じゃあこれ一緒にやろう。じゃあこちらヤマシーにプレゼントでスプラトゥーン3買いたいと思います。はい、そして最後はですね、2階の食品売り場です。ここはね大事だから、たくさん買っていこう。これはまずはこれかな、はい、紅生姜せんだって。へえ、紅生姜のせんべいで、しかもこれドって書いてあるでしょ、うん、これドンキホーテさんのオリジナルブランドだからね、情熱価格で多分安くもなってんだよ。これ2個買おうかな。2個でもいいな。これ2個買います。はい、ちょこれやばいね、これすごいゾーンだね、このでかいパイの実。いやすごいね、これはもう買わないとでしょ。じゃあこちら買います。そしてデカキンはね、やっぱね北海道出身なんで、やっぱメロン味好きなんですよ。だからこのメロンチョコ餅とかさ、たまんないよね、はい、冷やしメロンチョコ餅も。これ両方買っときます。え、これもともと冷やしじゃないのと思うけどね。お、一緒でしょ、だって冷やすかどうかは僕の気持ちでしょでも違うのかな、こっちだとまた食感変わるよってことかな。初めて見たんで、メロンチョコ餅の普通のバージョンと冷やしのバージョン両方買いたいと思います。でまたこのドがついてる、はい、ドンキホーテさんのオリジナルブランドのポテトチップスかな、ハニーチーズ。これラスト1個、ラスト1で、だから超人気あるとこだから。はい、このハニーチーズで、うわー、これもあるの。ジャガビーもあるじゃん、ジャガビーの幸せバターとバター醤油、これ買いたいと思います。はい、そしてここにめちゃめちゃうまいお菓子が2つあります。まずね、多分これだと思うんだけど、チーズ餅。もう本当にね、風船食べてるような食感のチーズ餅だと思うんだよね。でこれがね、ヤマシーから教わったんですけど、無限エビ、マジうまいねこれね。これ美味しいよね、無限エビ。うまいねこれ食べます。これ2個ずつかな。バター餅もあるじゃん。お、見たことない。ちょっとじゃあこれ待って、2個ちょっとやめて、無限エビ1回やめて。うわ、ここやばいね、全部やばいね。ハッピーターンから何から何まであるもん。柿の種もあるしね、白い風船もあるから、一旦これを買いたいと思います。ということで見て、超美味しそうなの見つけた。スモーツチーズイカ、これうまそう、うん、隣もね、カズノコだって。これ買います。で、この後ろね、はい、北海道チーズサンド。ビール買って帰らなきゃダメだねこれ、ほんとね。あ、そうだね。あ、いやマジ、もう一個。何ウニ醤油サキイカ。うわすごいね、これうまいね。これ買いましょう。はい、はい、でもう見つけちゃったわ、ホタテ。このちっちゃいホタテも美味しいしね。これはうまいんで、これ買います。はい、はい、見つけました。はい、もうやっぱね、これ買わないとね、ドンキ来たらね。確かに、バリバリ食事。甘口醤油がね、やっぱね食べやすいですね。これ2つと、はい、男梅ね。あ、はい、あったね、男梅と、うん、塩昆布も一応買っておきます。はい、これあれかな、メンマだよね。そうだね、つまみにちょうどいいじゃん超食べたいわ。あと鮭フレークも買いたいな。新鮮なアトランティックサーモンの中落ちだって。でこっちにもあるよ。とにかく箸が止まらない鮭フレークありますね。この2つ買おうと思います。鮭フレークマジすぐなくなるからね、家にあっても。確かに、あんだけご飯食べるからね。どういう意味だよそれ。いや普通の量ぐらいだろそれは。だって普通じゃないんだいつも。待って、あ、これもあるよ、からし明太子入ってるやつじゃない。これ美味しそうだな。これうまそう。この3つ買いたいと思います。これね、超美味しいって聞いたのよ。ごまにんにくのやつ、ご飯、ラーメン、スープなどに全部につけていいんだって。え、ありだね。やってみたいね、ラーメンとかにもいけるんだったらね。これ試したいんで、これ買いたいと思います。これさ、うん、今リキュールとか見てたんだけど、マリブって美味しいやつじゃなかったっけ。そう、飲みやすいね。飲みやすいやつだよね、うん、そう、マリブコークとか超飲んでたイメージがあって昔、うん、これ、まあ、昔って言ってももちろん二十歳超えてからですよ、うん、もちろんもちろんちょ、これマリブはちょっと家にコーラ大量にあるんで、これで割って飲みたいですね、うん、ということでマリブを買おうと思います。ということで、ほろ酔いがあったんで、はい、ほろ酔い好きなんで、蜂蜜レモンでしょ。あ、これもうまいんだよ、ハピクルサワーで。あと、あ、うまいね、シュワビタサワーと。あ、え、これアイスティーじゃん。デカキンとにかくね、アイスティー好きなんだよ。超うまい、これ好きなんで何本か行きたいですね。ミックスフルーツも入れとこう。あとあれですね、まずはオリオンビール。はい、オリオンビール飲みたいね、うん、オリオンビールに。本当はね、北海道限定の超うまいクラシックっていうビールもあるんですけど、うん、ここにはないみたいなんで。はい、そしてアサヒのスーパードライ、はい、これも飲みたいと思います。ヤマシん、見てください。おお、こんなのあったよ、樽で売ってたわ、アサヒスーパードライがさっきのじゃなくてこれでいいぐらいの感じだよ、超いいじゃん。はい、じゃあこちら買おうと思います。はい、それではですね、結構買ったんで早速お会計に行きたいと思います。まあ3万でしょ、ぴったりいけた自信はあるんで。じゃあ早速これでお会計に行こうと思います。それではお会計の方はいくらですか。会計109,041円になります。109,000 あれ、3万円ぴったりで買おうと思ってたのに。そうだね。ポニュー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 、デカキン TV。 はい、ということで一旦家に戻ってきました。ヤマシ、109,041円だよ。めちゃめちゃいってんじゃん。ちなみにレシートがこんな感じです。長っ
そんなに買った覚えある？いや、11は思わなかったな。いや、山下、109,041円だから。11万っていうのやめてくんない？109,041円。もうほぼ11万やめ、いいよ、毎回。そう、ショック度が変わってくんだよ。10万でもきついのに、約11万って言われると。じゃあさ、ちょっとせっかくだから、買ったものの中で一番高かった上位5つを紹介したいと思います。はい、それを買ったからこんな高くなったんだよっていうのも言えると思うんで、それでは流行る。第5位が、ただ、ドンペンフリース着ぐるみ3980円です。着ぐるみだったのよ。まあ、お得にも感じるしね、これだったらね。でも、第5位で3980円だからね。すごいのをこの上に買ってるってことだよね。だから俺らがね。そして、第4位が、ただ、スプラトゥーン3 5390円です。もうだからお得になってたのよ、スプラトゥーンが。で、これ山氏と一緒にやりたいから、今回は山氏にプレゼントってことで買ったやつ。これが第4位だった。ってことは、やっぱ少なからず山氏のせいでもあるよね。そう来るか。やっぱ山氏の共犯だよ、だから。違うよ。これが1位じゃないんだって俺思った、逆に。これより上があるっていう。まだあるんだよ。まあ、とりあえずこれはやろうね、山氏ね。うん、もちろん。スプラトゥーン3はやろう。それでは、栄えある第3位が、こちら。ブッシュパンポンシカーン小型冷蔵庫小型冷蔵庫7000円です。買ってたね。ああ、これ言ってるね。確かに買ってたわ。安くなってるのもあって、ちょっとだけここ傷あるんですよ、みたいな。で、今回はこっちがね、若干ちょっと傷があるんだよね。このマイナス2度まで下がる小型冷蔵庫。これでね、キンキンに冷やしたビールとか、コーラとか飲みたいねっていう話だったんで。いや、これも納得ですね。ただ、これが3位だよ。買ったかな？これより高いの。覚えてないな。まあでも、これはもう大満足な買い物なんで、7000円で。第3位が、マイナス2度まで下がる小型冷蔵庫。7000円でした。そして流行る第2位がこちら、ブッシュバシカシカーン男のロマンジッポー。はい、こちらジッポー8000円です。8000円。ちょっとまあ、あの時はやっぱね、感覚おかしくなってたかもしれない。多分値段はね、確かに8000円だったわって今思い返すと思うんだけど、ちょっと感覚がすごい高いというよりか、とにかく欲しいっていうので買っちゃってた気がするね。でもまあ、ジッポにしてはもしかしたらさ、いや、対等なのかな、もしかしたらね。さあ、これ開けてみたいと思います。それでは、開けます。はい。せーの。ああ来たー、初代総長。かっこいい。裏面どうなってんだろうね、あの時知らなかったから。この裏面が、あ、書いてあるね、東京リベンジャーズ。キラキラしてるわ、マジで。かっけえなこれ。おー、これね、この音がいいよね。うん、でこれつくのかな今。じゃあ行きます、せーの。あ、あれなんだ、ちゃんとここに火打ち石があるんで、火花は見えるね。うん、見える。で、火つかないね。入ってないもんね。うん、オイルが。どういう意味？オイルはもともと入ってんじゃないの？だってこれ。入ってないよ。え？オイルは入れるもんだよ。そうなの？うん。どうやって入れるの？だってこれ。そこを引っこ抜く。引っこ抜く？うん。いや、壊れるってこんな引っこ抜いたら。え、これ、なんかこれこうやるのかな？え、壊れるよこれ。ちょっとやってみて、やってみて。マジかよ。え、マジかよ。わ、こんな風になってるわ。え、で、ここにオイル入れんの？そう、そこに染み込まして。これに染み込ませる？そう。オイルを？オイルを、そう。てか、こういう作りなんだね、ジッポってね。その石も売ってるよ、確か。ここの下の？そうそう、多分削れてなくなってくるんじゃない？コンビニにオイルも石も売ってる。あ、じゃあいいね。コンビニ買えるんだったらいいね。うん。タバコ吸わないけど、この音だけ。この音ね。うん。はい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 。もうだからさ、キャンプとか行った時任して、万が一火つかなかったら、もうデカキンがこうやって着火剤とかあるところにこうやってピッてやるから。怖そう。ワンちゃんも手燃えるかもしれないけど。東京リベンジャーズの初代総長のジッポゲットしました。これが第2位だよ。何あと1位って。いや、マジで想像つかんわ。だって8000円以上ってなくない、あんまり。なんか細かいのばっか買ってるイメージなんだよね。ワンちゃん下手したらあるぞ、あのグミ。グミで？グミゾーンでさ、いろいろ買ったじゃん。あの時俺値段見なかったもん。見てない。だから歯ぐきグミみたいなあったじゃん。いや、さーい。あれが8000円以上？あれとかさ、俺待って、俺ジャンプするやつ買った？ジャンプするやつはキープって言ってた。え、じゃあ何？ちょっとじゃあ早速、第1位を発表したいと思います。それが、
こちら、ブッシュ、バシコシコーン、レディーガガ限定ボトルのドンペリー。レディーガガの限定ボトルドンペリ29,800円です。やったな。な、これだ。あれ、さっきスプラトゥーンの時、ヤマシーの責任でもあるんだからなって言ったけど、これだよこれ。どうしても欲しくてね、ヤマシーいないところでこそっと入れてました。だったら、うん、もう他全部返品だよね。これしか買えない。これだけでだって3万だったからね。ね。でもね、やっぱね、レディーガガさんの限定のそのボトルっていうのを聞いちゃうと、これは買いたいなと思ったし、あと何よりもやっぱドンペリをね、飲んだことないから、うん、で、ヤマシーもないって言ってたじゃん。だから、これは買っとかなきゃと。いや、もうじゃあ分かってたんだ、その時点で。まあだから、その、じゃあ6万になるかなと思ってさ。もともと3万ぴったりで買ってて、うん、このドンペリでプラス3万になって、だから6万ぐらいかなと思ったら、まさかの10万9千円。ちょっとこれ見る？せっかくなら見たいね、やっぱりね。せーの、トゥルルルル、わわわわ、穴キラキラしてるね。すごいね、このラベルの形は見たことあるわ。あ、本当？これドンペリ。うん。でもさ、もう一個の方のドンペリの方はピンク色だったよね。色は違うんだと思う。こうなんかオーロラみたいな色だね。ああ、そうだね。うわ、品名はシャンパンなんだ。 750ml で 29,800円。高級だな。すごい。これタグにはですね、ドンペリニョンガガって書いてありますね。これはもうね、飲もう、やましい。ということで、本来はこの後にね、いろいろ買ったお菓子とか食べたりとかしながら動画にしようと思ってたんですけど、お時間が来てしまいました。もう動画の尺がパンパンです、今。なのでこれをちょっと後編にしようと思います。今回ドンペンくんの着ぐるみを着てみたりとか、バスボールも買ったし、それをちょっと後編でやろうと思います。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイ。